おはようございます、じゃんくん。はい、ぽんちゃん、おはよう。ぽんちゃん、顔こっち見せて。はい、はい、はいはい、はい、君たちは仲がいいね。うん、じゃんくん。大丈夫。はい、二人で入っちゃいます。はい、どうぞ。はいはい。そうだね。はい。シオンくん。今シオンくんの方の、連絡が入ってですね、里屋さんの方で準備が整ったということで、土曜日の午前中に。トライアルに出かけることになりました。今日は木曜日ですので、あさってですね。はいはいはい。シアン君大丈夫ですか？この慣れ方からすると、まあ、この状態になれば、里江さんのところで幸せに暮らせると思いますが、ラブ君の例がありますので、一旦はひょっとすると、シャーシャー猫に戻っちゃうかもしれません。戻ったとしても、これもラブ君の例がありまして、1ヶ月ほどすると急に、慣れる、慣れた後はこの状態を思い出してくれるというふうに思いますので、その辺のところはもう里親さんに、細かく説明をしていきたいと思います。さあ、あと2日だよ、うちにいるのは。いいですか？はい、はい、遊んでいで。爪も大丈夫だね、切らなくてもね。少し尖ってきたかな。ちょっとだけ切ろうか、あとでね。
いいよいいよ、はい、爪切りをさせてくれますよ。ですけど、来ますか？はいで。新しいカリカリだよ。どう？
国産で美味しいってない？ちょっとそのまま食いついたね。本当だね。やっぱり国産美味しいのかな。あとは新しいもの好き。ジャン君美味しい。ジャン君降りてきた。ジャン君もいいですか？隠しちゃうからね、ジャン君。ですか？食べるのね。シオ君が明後日からトライアルなので、これから大暴れすると思いますんでね。よろしくね。こっちにはポンちゃん。ポンちゃんはね、寝てるよ。あれ？こっちじゃないのか。うん、ここ。はい。あ、ねえ。うん、しやくん。はい、いい、いい、いい。取れたけどね。あ、取れた。取れちゃった。なんか取れちゃった。おいしい？おいしいね。なんかおいしいね。Mm-hmm.